ウィリアム・ H ・ハント・ウィリアム・ヘンリー・ハントは、アメリカ合衆国の政治家。1881年から1882年まで、第29代アメリカ合衆国海軍長官を、務めた。1823年6月、ハントは、サウスカロライナ州チャールストンで生まれた。ハントは、イェール大学で法学を学んだ後、ルイジアナ州ニューオーリンズにある兄の法律事務所で、 実務経験を積んだ。ハントは1844年に弁護士として認可を受けた。ハントはその後も兄の法律事務所で数年を過ごした。あと、ニューオーリンズ市内の法学大学院で商法を呼び、証拠法の教授となった。1860年、ハントは南部諸州の連邦離脱の動きに反対し、北部が死衆国のエイブラハムリンカーン政権への支持を表明した。 だが南部出身のハントは、南部連合国陸軍から招集を受け、異に反して連合国中佐となった。ハントは合衆国提督、デイビッド・ファラガトがニューオーリンズを占領するまで、かろうじて軍事作戦への関与を回避し続けた。1876年3月、ハントは、共和党のルイジアナ州知事ウィリアム・ケロックから、州検事総長として、指名を受け、着任した。 そして同年7月、ハントは共和党候補として、州県事総長選挙に立候補した。ハントと共和党は共に勝利を目指したが、時の大統領大統領、ラザフォード・ヘイズが、ルイジアナ州における民主党政権を容認したため、ハントは選挙に敗退した。その代償として1878年5月15日、ヘイズ大統領はハントを合衆国請求裁判所。 バイセキ裁判官に任命した。ハントは1881年3月までバイセキ裁判官を務めた。1881年3月、ジェームズ・ガーフィールドが大統領に就任すると、ガーフィールドはハントを海軍長官として指名した。ハントは海軍長官として南北戦争後にアメリカ海軍の軍事力が大幅に削減されたことにより、もはや海軍は海外において、 国民を守ることができない状態であると報告した。ハントは合衆国で最初の海軍諮問委員会を設置し、海軍の再建を試みた。だが1881年9月、ガーフィルド大統領が暗殺され、副大統領チェスター・エーアーサーが大統領に昇格すると、翌1882年4月、ハントを中ロシア行使に指名し、 大統領顧問団からハントを更迭した。1884年2月、ハントは駐留中のサンクトペテルブルクで死去した。ハントの死後、その功績を称えて、アメリカ海軍では以下の艦船にハントの名が付けられた。ありがとうございます。